祭りを主催する福岡市民の祭り振興会の関係者によりますと、5月3日と4日の2日間福岡市で開催する博多どんたく港祭りのパレードについて3年ぶりに実施する方向で調整しているということです。踊りなどを披露する本舞台と演舞台も規模を縮小して設置する方針で、参加する団体の募集もすでに始めています。またどんたくのルーツとされ国の重要無形民俗文化財になっている博多松林も実施する予定です。今月15日の総会で正式に決定しますが、関係者は新型コロナの感染状況次第では直前での中止も考えられると話しています。博多どんたくは全国から200万人が訪れるゴールデンウィークで最大規模のイベントですが、新型コロナの影響でパレードと舞台は2年連続で中止されています。